カムジャモスです。シュンです。はじめはしんちゃんです。今回も全日本実業団優勝メンバーの大友選手に決まりました。おはようございます。お願いします。おはようございます。はい。2本目。今回はあの準決勝で見せてくれたあの真ん中長い対の試合でロビングね。あ、ロブね。あのもう1本だけじゃないもんね。なんかもうダブル前をこうかわす絶妙なロビング。超絶妙だったのは。できんのかって僕そのダブルゼンやったらロブ打つっていう頭がないんでそこでロブねっていうところで今日の面白い試合でした。じゃあ今日は大友選手にフォアのロブやってもらっていいですか。しゃーなし。しゃーなしっすよ。しゃーなしね。しゃーなしやね。じゃあ今回は大友選手にフォアのロビング教えてもらいたいと思います。はい、レッツゴー。フォアのロブで意識していることは一つあります。それは膝で打つということです。膝を曲げてしっかり打つことによって正確性が増します。以上です。
ありがとうございました。ありがとうございました。ボールの軌道と高さがすごくやっぱ絶妙で、すごくあの相手が攻めにくいんだなっていうのは感じました。回転がもう超順回転で、めちゃくちゃ綺麗。なんか変にカットとかじゃないもんね。もうちゃんとこうロビングである程度高さまで持っていってベースラインに落とすっていう、ね、シンプルの最高レベル。今言おうと思った、ちょっとよく分かんない。シンプルの最高レベル。まあまああの素晴らしいロビングでありがとうございました。ロビングは試合でも必ず必要な技術になってくるので、いいよ、こんなことがごちそうさまで。ロビングは試合でも必ず必要な技術になってきますので、ぜひ参考にしてみてください。ありがとうございます。はい、ではこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。